はいどうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、もう早速来ちゃってるんですけれども、こちらのあのシェル柄のですね、アロハの、コーデをちょっとやっていこうかなと思います。はい。で、このシェルは2020年今季のサンサーフさんの新作で、まあ別の動画でね、あのこのアロハ自体の説明はしてるんですけど、まあそれだけ見てもね、ちょっとよく、なんだろうな、着たいなと思うかというと別にアロハの紹介だけなんで、まあ、実際人がこう着てる、コーデしてる部分を見てもらった方が、こう、イメージも湧きやすいし、着たいってなりやすいかなと思うので、まあ、コーデの方をですね、紹介しようかなと思ってます。で、多分2020年の今回のアロハ、いろいろ何着だろう、結構買ったんですよ。7着、8着買ったのかな。結構買いましたけど、一番合わせやすい柄というか何にでも合いそうな万能な柄は多分こいつかなと思ってるんですよね。1位だろうなと個人的には思ってるのがこのシェル柄ですね。はい、一見ちょっとねピンクなので、これねブラックだかネイビーどっちだかな、ネイビーって言われたような気もするんですけど、パッと見はもうほぼ黒なんですよね。黒、ブラック、ピンクかな。ちょっと間違ってたらすいません。もしかしたらネイビーの可能性もありますけど、パッと見ちょっとブラックなので、まあ一応ちょっと今暫定でブラック、ピンクって言いますけど、このブラックのとピンクのこの色合いが、ちょっとやっぱね、ピンクって、でも動画に見るとちょっとネイビーっぽく見えるな。やっぱネイビーな。まあ、とにかくこのピンクがちょっとピンクって一瞬思うかもしれないんですけど、意外にね全然いけるんですよね。むしろちょっとエロい感じがちょっとしますね。まあ、ピンクだけにゾマだけにちょっとねエロスがある感じの、感じですね。まああとこれもまあいい意味でそこまでこうアロハアロハしてないっていうか、ちょっとなんだろうな、デザイン性の高いちょっとハイブランドの柄とかにありそうな雰囲気、まあでももちろんこれ1950年代とかに実際にアロハであった柄なんですけど、デューク・カラーナモク、デュークさんが、出してる柄なんですけど、デュークはでも本当にこういう柄が多いっていうか着やすい柄がすごく多くてすごく好きなんですよね。惹かれると結構デュークだったりするんですけど、あと有名なところで言うとパイナップル柄ですよね。パイナップル柄もこうやって同じようにバッグがブラックとかネイビーとかもう単色一色に対してここにパイナップルがまあこう並んでるみたいな感じなんですけど、パイナップルとかもめちゃくちゃ着やすいんですよね。なんかそれにすごく似たような感じです。はい、シェル柄、まあ貝ですね、貝のそのシェルの感じなんですけど、これもすごくなんだろうな、色味が2色だからなんですかね。パイナップルにしても大体2色なんでね、ブラック、ピンク、それこそ同じような感じですね。ブラック、ピンクとか、あと、ネイビーに白とかグリーンに白とか、まあ、結局その2トーンなのでそこら辺のこの色味で抑えてる感じがすごく着やすいゆえんなのかなと思いますね。他のアロハだと結構ね20色ぐらい使ったりするじゃないですか。もう赤いて黄色いてピンクいてオレンジいて白いて黒いてみたいな、もううわ色とりどりのみたいな感じがこうあると思うんですけど、そこがねやっぱ多分落ち着いてる、2色しか使ってない分すごく落ち着いてるのかなっていう気がしますね。ちょっとサンダル履いておきますですね。まああと2つ全部で3つぐらいちょっと紹介しようかなと思うんですけど、まあ1個目はもうこのまんまチノパン入ってでこれを着てるんでそのまま行っちゃいますけど、まあ、こんな感じでうちのパンでもいいかなっていう感じですね。なんかなんだろうな、こう100点かって言われると別にそんなこうめちゃくちゃドンピシャ、もうこの組み合わせ最高ですよねみたいな、この組み合わせのために生まれてきましたよねぐらいのドンピシャ感まではないんですけど、でも常に90点台ぐらいは90点前後を叩き出してくれるようなやつな気がしますね。このチノパンとの合わせもそんなクソドンピシャかって言われると別にそこまでドンピシャでもない気はするんですけど、でもまあ89点くらいは
出してくれてるような感じがしますね。だから本当朝無造作にパパってもパンツもこれでいいや、もう上はシェル決定でパンツ白パンでいいやみたいな、パって取ってもある程度高い点数までは行ってくれるみたいな安心感というか実力がある気はしますね。はい、ですね。じゃあですね、とはいえですね、今日はちょっとそのあえてデニムを外して、まあデニムは合わせてもいいんですけど、デニムはもう絶対合うだろうなっていうか、合わないわけないじゃないですか、だってこの無難なシェルに。まあ強いて言うならその色がめちゃくちゃ薄かったらどうなのとか、まあ濃いやつは多分あると思うんですけど、バックがブラックなんで、めちゃくちゃ薄いやつってちょっと上の方が濃いんでちょっと浮くかもなっていう気はちょっとしますけど、ただまあ基本的な濃さのデニムだったら絶対全部合うと思うんで、ちょっと今日はね攻めてというか、もしかしたらちょっと合わないやつもちょっと一本入れてるんで、ちょっとどうなるかをやってみたいと思います。じゃ早速2つ目いってみたいと思います。はい、個人的にはですね、この上のシャツと何かを合わせるって思った時に一番真っ先に頭に浮かんだのがこのパンツだったんですよね。50年代のネック入りのですね、なんだっけ、なんて言ったらいいんだ、ペインターじゃなくて、スラックスですね、まあスラックスですね、まあいわゆる、まああとこれにサンダルかなっていう感じですね、はい、もうとことんラフに、夏の夜みたいなイメージですね、はい、別に日中でもいいんですけど、なんとなく夜っぽい感じですね、夏の夜、こんな感じみたいな、あれですね、まあ、サンダルでいいと思いますなので、はい、なんだろうな、この緩い感じ、あとこのちょっと黒とこのモノトーンっぽい雰囲気、あと太さ、あとこのネップの感じ、なんか全体的にこの上のシャツに対してめちゃくちゃ合う、だから個人的には満点、個人的にはですよ、あくまで個人的には満点な上下かなという気がしますね。こういう組み合わせで言うと満点かなっていう気がしますね。はい、なんか絶対デニムとかよりも一番合う組み合わせな気がします。そしてすごく個人的なイメージで言うと高円寺っぽいんですよね。この組み合わせの感じはなんとなく高円寺を彷彿とさせますね。はい、まあ、この革の感じとあとハットの感じも込み込み、全部込み込みで、まあまあまあこのハットの感じ高円寺っぽいかっていうとちょっとあれですけど、このパンツとこのアロハはのイメージは高円寺っぽいですね。まあ、高円寺結構古着の街なので、この三作のやつを着てる人が実際いるかっていうとそれは多分あんまりいないんだろうなっていう気がするんですけど、ただなんだろう、古着で出てきたこういう色合いのヴィンテージって感じですね。にだから別にアロハに限らずですけど、こういうちょっとテロッとしたこういう感じのちょっとなんだろうな、シックなシャツとこういうちょっと古着のスラックスっぽいやつを合わせて、下駄とかですね、そう下駄とか履いてセッタとかみたいなね、でちょっと歩いてるイメージがちょっと高円寺っぽい感じがしますね。まあ今ドンピシャの高円寺かどうかなんですけどね、ちょっと昔のよく見たイメージちょっとある感じがします。なんとなくね、高円寺夕方夜歩いてるお兄ちゃんのイメージでにちょっと近くて好きというか、こんな感じですね。なんで高円寺これで歩いたりしたいなっていう気はしましたね。はい、もっと言うならこのパナマハットよりかは意外とこっちのキャップの方が高円寺っぽいからもしれないですね。ああどうだろうか、どうだろうかどうだろうな、別に高円寺っぽさを求める必要はないんですけど高円寺っぽいからなんだよっていう話なんですけど、なんとなくです。なんとなくこの感じが、なんかそうですね、一回でも自分の中でそういうイメージが出てきちゃったり固まっちゃうと、ちょっとそっちの方に進めたくなんないですかあえてもう高円寺っぽく、してるんだったらちょっとよりそっちにみたいな
感じですね。まあまあちょっとこんな感じですかね。まあキャン、まあそうですね、こんな感じかな。はいですね。まあでも本当個人的にこれが高円寺でポカローがポクナカローが、まあ好きな色味、好きな組み合わせであることは間違いないですね。はい、っていう感じですね。はい、で3つ目がちょっと挑戦ですね。ちょっとどうなるのかが全く読めないんで、下手するとめちゃくちゃ合わない可能性もあるんで、ちょっとぜひ見てもらいたいです。ちょっととりあえず3つ目いってみたいと思います。はい、そして3つ目ですね。はい、こちらが、昔の、動画でですね、スーツですね、ヴィンテージのスーツ、50年代くらいのヴィンテージのスーツを紹介した動画があったんですけれども、その時に、セットアップでですね、グリーンのこのサマーウール的なパンツと、なんか上のグリーンのジャケットを紹介してたんですけど、まあその時に単体で着てもいいし、これは特に夏とかになんか、T シャツとかなんかと合わせて履いたら結構いいかもっていう話をちょっとしてたんですよね。で、てっきり忘れて完全にスーツとかにしまってたんですけど、この間ね、ありがたいことにそう覚えて見てくれていて、しかも覚えてくれてる方がね、ルイスの動画の時にグレーのねスーツの下と合うと思いますよっていうコメントいただいて、ああそういえば夏に履く予定だったやつを完全に忘れてたっていうことを思い出してですね、それでまあ引っ張り出してきて、でその時にまああれですね、ちょっとねグレーの方は冬物の厚ちょっと厚手のスーツの生地なので、ちょっと今の時期正直合わないんで、そのあれですね、アロハのやつにはちょっとやめようと思ったんですけど、アロハのじゃあね、こちらグリーンの方だったら結構薄手の、こちら結構サマースーツっぽいんで、こっちはそう夏に履こうと決めていた思っていたので、あこっちなら いけんじゃんと思って、でしかもアロハにも全然合いそうと思って、要はシャツなんでシャツに合わせやすそうと思ったんで、シャツにいけそうだなということで合わせてみたらどうかなと思ったんですよね。でやっぱトラの柄とか原色のなんかゴリゴリのやつよりかは、このシックな柄がなら懐深いんで一番こう合いやすいんじゃないかなと思ったんですよね。この言ってもやっぱグリーンだし、ちょっと形もねテーパード入ってますし、結構なんかその難易度高めじゃないですか、あんまり合わせたことないしって思った時に、やっぱちょっとこう無難に何でも合いそうなやつだったら合うかなと思ってちょっと合わせてみましたね。どうですかね、個人的には結構ありだと思います。ただ一個個人的に引っかかってるのはサイズ感ですね。ちょっと上がやっぱこれ L サイズなんですよ。で他のアロハの時にも言ってますけど、やっぱこうもっともっと洗って結構ちょっと縮んできて、ちょうどジャストサイズを目指してるサイズ感で買ってるんですけど、まだこれも 1,2 回ぐらいしか洗濯してないので、縮み切ってない、もしくはもう下手すらこれ限界まで縮んでこのサイズ感っていう可能性はあるんですけどっていうところなので、下がねちょっと結構タイトでジャストサイズで履いてるようなパンツになるんで、ちょっと上がでかくてゆったりしてて、ちょっとねやぼったくなってる、悪い意味のやぼったさですね。はい、サイズ感間違えてる感のやぼったさがちょっとあるかなっていう、要は逆三角のラインになっちゃってる感じがちょっとするんで、そこはちょっともしかすると厳しい人はちょっと、おしゃれにね敏感な人はちょっと、うわねえわ、そのシルエットねえわってなるかもしれないところかなと思います。まあそこまであんまりこう厳しく見ない目の周囲の感じだったら、まあまあ色合いだけ見てね、まあブーツ悪くないんじゃないぐらいはもらえるかもしれないですけど、個人的にはでもね
まあまあ外出る分には全然別に恥ずかしくはないし全然いけますけど、心のどっかで、ああでもやっぱちょっと上のバランスかなとはやっぱちょっと引っかかってはいるだろうなっていう気はしますね。はい、まあ夏なんでそのままサンダルで行く予定ですね。下手に革靴とかよりかはもうサンダルくらいラフにしちゃって、こっちもラフに来てんだよっていう方にこう持ってかないと中途半端になっちゃうんで、ちょっとまああえてラフ感を出すためにサンダルでいいとは思ってますね。ただちょっとそうですね、サイズ感がもうちょっと着丈が短くて、もうちょっと身幅がキュッてしてたらベストかなっていう気はしますかねっていう感じです。個人的な所感だとそういう印象ですね。はい、というわけで、ただまあこういうのでも合うなっていうのは、はい、わかりましたね。さっきのやつも言うて考えてみたらスラックスだったんで、なんかどっちもなんかスラックスみたいな感じの合わせ方してますけど、ただまあそれにやっぱ向いてるというか結構いける柄シャツなので、アロハだけどスーツとかに使ったスラックスが全然ハマりますみたいな感じなのでね、いいと思います。まあハワイでは清掃なのでね、そういう感じでも着れます。でもちょっとデニムにも合うしスラックスにも合うっていう、もう万能ですね本当に。アロハを着ない理由がないですよね、という感じでございます。というわけで今日はですね、こちらのシェルの、サンサラさんが2020年今年出したばかりの新作のシェル柄のですね、でした。あ、ごめんなさい、あと語弊がないように言っておくと、トルネードタイラーとか100トラとかゴーギャンとかは今季のそのスペシャルって感じで今買わないともう手に入らないことがあり得る、もしくは数年手に入らないみたいな、感じですけど、このシェルとかパイナップルに関してはおそらく定番でやってるやつなので、少なくともねパイナップルは毎年多分定番でやっているし、シェルも多分ここ最近しかまだ俺知らないですけど、ここ最近多分ずっと毎年多分やってるはずなんですよ。色が多少ね茶色が新色で出たりとか、やらない去年やってたけどやらない色が出たりっていうのは多分あるとは思うんですけど、ただその柄っていう意味で言うと何かしらの色は絶対出てた気がするので、おそらく今買い逃しても来年また違う色にはなっちゃうかもしれないし、もしかしたら同じ色が出るかもしれないけど、手に入らないってことはない気はしますね。わかんないですけどね、もしかしたら来年から急にもうシェル飽きちゃったんでやめますって東洋さんが言えばそれまでなのでなくなる可能性ありますけど、ただまあ過去の球数を見ても毎年やってたやつの方が多分多いんで、ゴーギャンを探すよりパイナップル探す方が多分全然球数出てくるんじゃないかなとは思うので、別に、中古で良ければいつくらでも見つかるかなと思うんですけど、まあなんでそれを言ったかというと、まあその同じスペシャル、これもスペシャルですけど言って値段は同じぐらいなんですけど、スペシャルだけどそのレアものレアものじゃないみたいな、定番じゃないみたいなやつはちょっとあるので、例えばもう今期そんな何枚も買えねえよとか別に買う予定ねえよっていうんだったら、優先順位はやっぱどっかつけた方がいいじゃないですか。その時に、まあ、ゴーギャン行くかこれ行くかとか、トルネードタイガー行くかこれ行くかって悩む人が多分いるかもしれないんで、そしたら迷わず今期のスペシャル行った方がいいかなっていう気がしますね。ゴーギャンとかトルネードタイガーとかを行くべきだと思います。その上でまあ気に入ってまた買いたいんだったらここら辺の定番のやつを買えばいいと思うし、最悪これを買い逃してもまた翌年行けるので、ただゴーギャンとかトルネードタイガーは今期を逃すともう買えない可能性が出てくるので、まあどっちか悩むんだったらあっち行った方がいいよっていう話です。ちょっと最後の締めの前に長くなっちゃいましたが、はい、というこんな感じです。はい、今日もご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価よろしくお願いします。じゃあご視聴ありがとうございました。